アトリエコラボ紹介動画。前回はキャラ入手のことがメインだったけど、今回はその他を紹介するね。中国版でもまだ全ての機能が解放されていないイベント前半時点です。どうせなら全ての機能が解放された後でまとめて紹介すればよかったのでは。そう思ったけど、まとめると情報がごっちゃがいそうだから、前半は前半で忘れずにやるべきこともあるし、後で情報が整理できた時の感覚と今の時点の手探り状態の感覚では感じることも違いますからね。手探り状態でやっておくべきと感じたことは日本版でも役に立ちそうですね。前も言ったけど、あくまで中国版での仕様なので全く同じという保証はないからね。まあガチャの仕様と比べると仕様が変わる可能性は低いところだと思うけど、中国と日本ではプレイ人口の桁が違いますからね。ガチャの仕様が変わるとしてもそこはしょうがないと思います。あからさまな周期ミスが感じられるなら話は別ですけど、ちなみに日本版の仕様は一切不明だからね。全く同じ可能性もあるし、ただそれぞれの国ごとの事情があるから、それが海外展開ゲームの難しいところだよね。個人的にアーティリーギアの運営には今のところ不満がないんだけど、今回のアトリエコラボも多くの人が楽しめる内容であることを期待するよ。前半ステージは3章まであり、難易度は優しめです。 EX ステージもあるけど難易度的には優しいのね。ストーリーが充実しているから戦闘よりもシナリオを楽しめる。コラボイベントらしい設計ね。ボブキャットショータが登場する今回のコラボストーリー、詳しい内容は日本版で開催される時を楽しみに待とうね。今回紹介しないのはネタバレをしないこともそうだけど、単純に中国語でうつ主の内容理解が完璧じゃないためでもあるのよね。アーティリーギアは通常のイベントでもストーリーは充実しているけど、コラボイベントでもそこは健在。これはライザを知らない人でも楽しめるよ。コラボ元を知っている人はなおさらよね。私ですら内容が楽しめているもの、原作ファンの人は絶対楽しめるはず。このコラボを目当てにアーティリーギアを始める人も、イベント難易度が優しいからイベント開催と同時に初めてのなんとかなりそうね。ボスステージもあるけど、後半ステージ 2-8 をクリア後解放だから実質後半から解放。前半のステージ系でできることはイベントアイテムを集めて商店で交換すること。実績任務もあるけど、イベントに参加すると達成するので特に注意点はないけど、1個だけデイリー任務があるから注意だよ。内容は簡単だけど毎日忘れないようにしてね。毎日イベントステージを3回クリアだからそこまで難易度は難しくないけど、イベントアイテムをためおらっても忘れずにやるべきよね。報酬でグランディアの専用武器申請書が入手できるから忘れずにね。ライラって太ももの錬金術師って私は聞いたんだけど、確かにいい足してるよね。その通りなら何か違う錬金術なんだと紛っていますが、錬金術な世界観なことは間違いないですね。時代は中世的な印象で、機械的文明は発展していない世界のようですね。そうか、だから今では見ることのない樽なんてものがあるんだね。樽って私、テレビでしか見たことないけど、食べるんだね。いや、これはこの作品のお約束ネタっぽいです。こういう遊び心もあるんですね。この錬金工房はイベントのミニコンテンツとなっていて、錬金術に参加できるよ。へえ、面白そうですね。せっかくだし、いろんなものを錬成したいですね。ただし錬金術は透過効果が大原則、ムーからは何も作れないよ。そのため材料を探しに行く必要があります。材料探索ですか。見たところ所要時間によって見つかる材料は違うようですね。ここで注意点だけど、これ定期的に見返さないと進まないんだよね。一度に1回しか探索できず、終了したら手動で回収してまた探索する必要がある。ゲームにずっと張り付いているわけじゃないからぶっちゃけめんどくさい。確かに一度にまとめてできるなら便利ですが、そういうシステムはない。サイクルも最長で30分だからかなり早いですよね。アイテム回収のたびにアプリを起動し直すのも地味に面倒ですし、実際必要なアイテムはどれだけ必要かはまだ不明だけどね。進んでいけばどうなっていくかはまた改めて紹介したいと思います。それで苦労して集めたアイテムですが、どうやって錬成するんですか？めちゃくちゃわかりづらいけど、この掲示板をタップするとメニューが開かれる。ここにレシピがあって、必要な材料が溜まっていると錬成できるよ。ついでにミニストーリーも確認できます。探索で見つけてきた材料は、こうやって日用品に錬成されていくのか。
分かりにくい UI なので、ここも注意ですね。探索さえできていれば他に条件はないので簡単ですが、その代わり手間はかかりそうですね。連戦を続けると必要な材料は変わり、新たな探索エリアが拡大します。まあ所要時間は一緒だし、2つのエリア同時探索はできないので手間は一緒だけどね。この辺の効率的な回り方、またまとめる必要がありますね。とりあえず今はどんどん進めるしかありません。まあ3週間開催されるコラボだし、ゆっくりやればいいと思う。ただし終盤で忘れてて気づいても時間がかかるので、その内容を忘れずに序盤から挑んでほしい。私はよくわからず2日ぐらい放置でした。多分その辺の情報は案内あると思うけど、うぶ主が見落としているだけで。この錬金工房もイベント後半が解放されるコンテンツがあり、現時点ではできないことだけど、解放されたらまたまとめてみるよ。気になっているのはコラボキャラの育成アイテムなんだよね。専用武器の申請書、専用武器のレベルアップアイテム、さらにスキルレベル上げにはコラボアイテムが必要になってくるんだよね。つまりこのコラボを逃すともう手に入らないアイテム。せっかくガチャでキャラを入手しても育成アイテムが不足してフル強化できない可能性もあるわけか。まだイベントの途中だから何とも言えないけど、ステージは初回報酬のみ、周回では落ちないので入手できる手段は限られるんだよね。あとはガチャでのステップアップ報酬や達成任務が回収手段、イベントを進めていくことでどれだけの育成素材がたまるか引き続き調べるよ。コラボイベントのパック販売がされているけど、そっちでアイテムが入ったパックが販売されているわね。さすがに無課金で全てのコラボキャラのフル強化はできないかもしれないわね。でもイベント後半でも回収できると思うから、うぶ主には引き続き実験体になってもらわないと。キャラの育成優先とか余計に大事になってくるよね。そこも調べないとな。でもライザがすり抜ける。ガチャ運に関してはここでこそ発揮してほしいけど、そういえばすり抜け地獄に遭遇していたわね。当てギア。ということで今回はコラボイベントの大まかな内容で気をつけることをまとめました。まだ途中なので結論は出ていないけど、コラボキャラの完全育成は注意だね。キャラの入手はともかく、育成素材がどうなるか不明なのでガチャの前はよく考えよう。まあ日本版はまだ開催されていないけどね。仕様も中国版と全く一緒とも限らないけど、今回の内容は頭に入れておいた方がいいと思うわ。イベントは後半でも新たなコンテンツがあるのでどうなるかわからないからね。今回の内容はあくまで前半戦の内容なので、そこもご了承ください。というわけで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。